あ、どうも皆さんこんにちは。このチャンネル見てる人たちはね、だいたい私と同じで30代から50代のおじさんたちばっかしなんですよ。で、私と同じように、ほとんどの人が短髪で、毛の量も少なくなってる感じだと思うんですよね。で、冬、今年はね、暖冬なんでそこまでなんですけど、部屋の中でもですね、私みたいに暖房ケチってる人はですね、寒いわけですよね。下半身とか上半身は厚着してしのいでるんですけど、どうしてもですね、毛がないんで、いろんな意味でこれ耳とかが寒くなるわけですよね。そこでね、どうするかなんですけど、アリエクスプレスでフライトキャップ買ったんですよ。最初にフリーサイズだったっていうのもあって、こう締め付けがねきついんですよね。だから、被れないと、被ってると頭が痛くなっちゃう。だから半分被って耳のところを、カバーしてっていう感じで、耳はあったかいんだけどなんかしっくりこないと。で、こういうの考えたんですよね、ニット帽でこう耳が被さるタイプでもね、これも結局頭を締め付けるし髪の毛ぺしゃんこになっちゃうと、そこで考えたのが、ファッションセンター島村に売ってた、サウナキャップを利用したものをですね、このあたりですね、市販品でもっといいのをおすすめするんですけど、まずはですね、島村のやつが目に入ったんで、それで作ってみたんですよ。なんか中途半端な防災頭巾みたいな感じになってるんですよね。で、そのままだとすっぽ抜けちゃうんで、自分で、ボタンを、つけたということです。で、適度な緩さで耳もあったかくっていう感じで使ってるんですけど、ちょっと不格好なんですよね。一番安いのは、適切な大きさのマイクロファイバーのタオルを買ってきて、それを自分で縫うのなんですけど、市販品を流用するのであれば、例えば、タオルキャップですね。概要欄に、リンク貼っておきますけど、素材はやっぱしマイクロファイバーがいいですね。あったかさと、あとは柔らかさ、布団入っても使えます、マイクロファイバーであれば。こういった感じの、だから自分のやつが一番いいのかもしれないな。これを逆向きにかぶるっていうやつ、ここが空いてるじゃないですか。これがちょうどよくその蒸れ防止になるんですよね。ついに既製品見つけました。いろいろこう探したんですけど、結局ね、こういうのって、頭を締め付けるんですよ。痛くなる、ぺしゃんこになる、痛くなる、ぺしゃんこになる。これもそうです。一見良さそうに見えるんですけど、結局60センチなんでダメ、痛くなる、ぺしゃんこになる、ぺしゃんこになる、痛くなるんですよ。一日中はつけてらんない。やっぱり一日中っていうのが大事なんですよね。数時間なら多分いいんでしょうけど。で、これですね。実際かぶってみないと分かんないんですけど、名前で言ったらね、フードウォーマー。3つくらい紹介するんですけど、こんな感じでね、首周りがもうあったかいっていう、これなんか改良されてるらしい。こんな感じでね。しかも安いんですよ。1178円。もう一個、フードウォーマーね。どんだけそのフィットがきついかだよね。問題は案外きついかもしれないから、そこがちょっと不安かな。あとこれね、1000円、安っ。ゆるさがないかもしれない。口んところが通気口があると。フィットだよな、小さいかもしれない。概要欄にリンク貼っておきますんで、気になる方はちょっとチェックしてみてください。良さそうだけど、問題はそのフィットがどれくらいするかですね。頭に一日中つけてられるような感じなのかっていうことですね。はい、参考になりましたらグッドボタンお願いします。